第5章「お父さんおかっぴきが来ているんだってねいつもの手でおまさんだけいい子にならないでおくれ」。少し怒鳴り散らすような調子でガラガラとまくしたてながら部屋の中へ入ってきたのはパーッと咲ききったような乱熟した大戸島でしたおとらさん音吉は慌てて飛びついてその口でもふさぎたいような様子ですが。 それよりも驚いたのは銭形平次と八五郎がにがりきって控えたのを見た女自身でした「まあおとらといって二十八主人万蔵の身の回りの世話をするという名目の奉向人でかつては岡場所を泳ぎ回った山銭海銭のしたたか者」と陰口を言われております「おめえはなんだ?」。 その表情的な目や赤い唇に対して八五郎はムカムカと反感がこみ上げた様子です奥行人のおとですよ勘にしてくださいな親分知らなかったんですものへたへたとくず折れたところを見ると長い間の舞踊場に蝕まれてこの女の肉体は見る影もない哀れなものです骨細で青白いて細い腰 薄い銅などその表情的でカッと明るい顔に比べてそれは何という情けないものでしょうまた七は人手にかかって死んだんだぜ岡っ引きが来るのに不思議あるめまあおめえはゆんべどこにいたまっつぐに申し上げろ平もも少ししムムカムカした様子で、遠慮もなく突っっかかって行きます。一晩旦那様の部屋にいましたよ嘘だと思ったら聞いてくださいな。 八おめえはこの女を見張っていろ俺はこの女の部屋を調べてくる平次は音吉に目配せしてそれを案内に立ち上がりましたまあ親分それだけは勘弁してください私はものの始末のいい方じゃないから見られちゃ決まり悪いものばかりですよさ探しされると知ったら少しは片づけておくのでしたおとらはそう言いながら平次の後を追いかけましたがあらねえ ッとその袖を引き戻した八五郎。おめえはここで俺とにらめっこしてるんだあんまりそばへ寄るなまあ <laughs> 悔しいね女は観念したものかそこへヘタヘタと座り込みました鳥持ちへ匂い袋をぶら下げたような女でそばへ寄られると八五郎でもあまり気味がよくありませんその間に平次は音吉を案内に おとらの部屋へ入り込みました。丸窓なんかも切った。恐ろしくやぼったく気取った六女母ですが、部屋の中の雑然たる有様は、さすがの平次も手を下しようもありません。小道具と衣装とこねばわしたように散らばっている上、油と汗とおしろいのカクテルで、これが本当にアホ大将の匂いです。一応調べてはみましたが。 あまりの乱雑ぶりにいい加減にして切り上げるほかはありませんでしたこいつを調べたしにゃ受け合いぼんまい丸つぶれだよ親分あの手箱が変じゃございませんか音吉に言われて平次はもう一度引き返しました押し入れの中にこればかりはまっすぐに置いた手箱そのふたを取ってみるとごたごたと小物を詰め込んだ中に 子供の守り袋らしいものがちらりと見えるではありませんかほっとそれを引き出した平次。中を開けてみると身代わりのお守りや古ぼけたへそのおがきと一緒に新しい版紙へ細字でべっとり書いて細かくたたんだものが一つ入っているのですおよぶ。ん差し覗くおときの目から避けるように平次は それを元の守り袋に収めて自分の内ぶところ深くしまいこみました。さあこれでよし。八五郎に守り袋は見つかったと言ってくれ。おら裏の方へ行ってみる。平次はおと吉と別れてぶらりと庭へ出ました。子たちに囲まれた五百町の王子主の家は。 ゴミゴミした神田に住んでいる平次にとって何もかも心地よく珍しくもありそうですおや番頭さんえへへ老番頭の和助は足を止めました何やらせかせかと外回りの用事をしている呼ぼすですこのうちの戸締まりはどうだえへ主人はやかましい方で随分厳重でございますこれだけの心証になりますと 主様の噂にも上りますので、え和介は無表情な顔を振りあおいでもみ出などをしております。その閉まりは誰が見るんだ？主人がいのうちに一度お金から奥からおかってまで見まわります。えさまた七の部屋の閉まりに変わったことはなかったのか？それが不思議でございます。 外から開けた様子もないのに雨戸が三も赤木も外れておりました。ゆんべ確かに閉めたんだな。それは間違いございません。主人も不思議がっておりました。多分坊ちゃんが夜中に気分でも悪くて開けたことだろうと申しております。ちょいっと外からそのあたりを見せてもらおう。ほうおいでくださいまし。ローバンのバスケに案内されて平時は 死んだまた七の部屋の外に立っておりました。天気続きの上、庭の土はよく踏み固められて、足跡も何にもなく、戸袋から出してみた天戸にも、頑丈な敷居にも、外からこじ開けたらしい傷一つないのです。この天戸は今朝閉まっていたんだな。閉まっておりました。私が開けたのですから間違いございません。 閉まってはおりましたが上下の三もおりず若木もかかってはおりませんでした主人を呼んできてくれえ和助は飛んで行って店から主人の万蔵を呼んできましたが私は戸締まりだけはやかましい方で昨夜も確かに見回りましたその時せがれはもう寝ておりましたが万蔵の言葉には何の疑いを挟む余地もなかったのです 第六章平治は中屋の家族全部をまた七の死骸を置いた隣の部屋に集めましたその顔ぶれは主人の万蔵妾のお虎をはじめ嫁いった娘のお春その亭主の治三郎老番頭の和助若い番頭音吉以上も6人でそれに平治と八五郎が加わって8人になります。 さて皆の衆また七は確かに人手にかかって殺されたあれは誰が見てもわかることだが私はいろいろ調べてその下手人がわかったつもりだまずこれを見てもらいたい平次が取り出したのは暗号の文字を掘った別っの櫛でしたこの櫛にはわけのわからねえ文字が掘ってある最初は女の手で縫い針で掘ったものと思ったが 縫い針じゃ滑ってこううまく掘れるもんじゃねえ。これはやはり飾り屋などで使うタガネで掘ったもんだ。ところでこの櫛の文字は半字物のようなもので読むには骨は折れたがともかく遺書は又七の守り袋にありと読めた。その守り袋は又七の死骸から抜き取られていたが大方見当をつけて探すと訳もなくお虎の手箱から出てきた。 頓杖な声を立てたのは塔のお虎でした「書き置きというのはこれだ金文字で書いてあるがわしが読んでみるから気をつけて聞いてもらおうか私はいよいよ殺されるかもしれない」ゆうべも夜中に目を覚ますと私の上に馬乗りになって私の喉に合い口を当てていたものがありました。 私は観念して目をつぶると悟られたと思ったらしくてく者はそのまま私の布団から降りてしまいましたがいずれにしても私は長いことはあるまいと思いますく者は今晩もまた来るでしょういやいやく者が来なくとも近頃の私の飲む薬は妙にほろ苦くてあの薬を飲んでから一日一日と体が弱るからいずれは 取られる命にままっております私を殺そうとしているくせ者の顔を見てから私はもうすっかり観念してしまいましたそのくせ者は私の夫髪はこれで尽きております」「平次の読むのを聞いて一座にすさまじい衝動の起こったのは当然のことですがことに主人万蔵の驚きようは大変でした。 とんでもない私がそんなそんな <laughs> いきなり立ち上がって泳ぐような格好になるのを平次は静かに止めました「いやびっくりするのはもっともだが安心してくださいこの衣装は真っ赤な偽物だ」え串の隠し言葉も女の手ではなくて男が鋼で掘ったものだ。 母親が死んで1年半も経ってから娘の手へあの串が届けられるというのもおかしい。それにこの守り袋の遺書は近頃書いたもので、1年半も二さんの丈夫な子供の守り袋に入っていたものじゃない。油の匂いも汗のしみもねえのが何よりの証拠だ。こらは八五郎の手に届けてこの平地に溶かせ、主人の万象を縛らせようとした。 くせ者の細工だ一座は黙りこくって平地の言葉に聞き入りましたすさまじい緊張ですその上また七を殺してそれも主人かお虎に宴が向くようにしたおらの手箱に守り袋を突っ込んでこのわしに探し出させたのはそのためだくせ者は女じゃねえそうして 夜中に外から声をかけて、私に雨戸を開けさせてへった男だ。寂しがっているた七が、くせ者の声を聞いて、一も二もなく喜んで雨戸を開けた。ハチ、気をつけろくせ者は逃げ腰になっているぞ平次の言葉の終わるを待ちませんでした。パッと逃げ出したくせ者、それに飛びついた八五郎は、庭へ転げ落ちて、二匹の犬っころのようにもみ合ったのです。 野郎骨を下ろせやがる辛くも八五郎が組み敷いてキリキリと縄を打ったのはなんと桃園の奉公人というあの助才のない音吉ではありませんからきましたねあの音吉の野郎が下人だったんですねそうよ俺はあ,あの櫛を見た時からあいつはくせえと思ったよ あんな骨を折って書き置きを見せるやつがあるもんかそれも書いた本人は1年半も目に死んでるんだぜ平治とガラッパチは縄付きの音吉を番屋に預けてぶらりぶらりと神田へ帰る道でした初夏の江戸の町は爽やかに晴れて本郷台の若葉は滴りそうです恐ろしく手の込んだことをしたもんですね 俺を釣るつもりでやった財布さ、あんまりこって財布倒れになったんだよ。もっともあれまでにたくまなきゃ、私、ま、ちを殺して済ましちゃいられねえはずだ。元七を殺せばどうなるでしょう。中屋の大神台が、東園の元吉に転げ込むじゃねえか。下手人はおとらか義理の父親の万蔵ということになる。ふーん、不定奴ですね。物騒だというのに、 わざわざ夜遅くなってから夜中へ15両の金を持って行ったのが手さ止まったにはそういねえがあのあたりの茶屋は夜もろくに戸締まりはしねえそれに若夫婦二人と耳の遠い母親じゃ乙吉が夜中に外へ出ようが帰ってこようが気にも留めねえだろう千駄木の中屋へ帰ってまた七の部屋の外から戸を叩いた寂しがりのまた七は飛びついて開けてくれたんだろう それをかえそうに布団で虫ししてそっとやなへけったのさもっとも雨戸は閉めたが外から山を下ろしたり若かぎをかける工夫はなかったなるほどねそれから今日俺が長屋へ行っておときちに会ってみるといろいろ腑に落ちねえことがあったくの隠し文字を読んだはずのねえおときちが守り袋の大事なことを知っていたり り袋をおらの手箱から見つけてくれたりそれにあの菜しった女債のねえ音吉はおらにまでも寄付を見抜かれているえ竹原屋のお春がおめえのおばさんと懇意だと知って八五郎を道具に使ったのは驚くじゃねえかあれが本当の悪党だ中屋の満蔵かあらただの金持ちだよ目掛け狂いさえよせば 貧乏人のふりをしてそっと贅沢をするだけのくだらねえ金持ち根性の男だよ女房のおよねまた七やお春の母親は病気で死んだんだろうよ跡取りがねえとなると音吉が急に悪法を描いたんだ平地の話は明快でしたいい心持ちですね親分 俺は人を縛っていい心持ちになったことはねえがでもあのお春夫婦は本当に喜んでいたねそういうのがせめてだったのです野村古道作銭形平次鶏もの控えより串の文字書質オール読み物 昭和22年1947年「6月号」より「全文読み切り」。